第5試合は GAC ジュニアタッグ選手権です。原田大原初防衛戦、挑戦者はこのタッグでは初挑戦となります。混合の覇王忠介組です。さあ今チャンピオンがベルトを変換、さあ挑戦者は覇王と忠介です。ちょうど白と赤で紅白合戦みたいになりますね。混合はまだベルトを取ったことがこのユニットとしてはありません。今日がその日となるのか。まあ、金沢さん、本当に混合ジュニアは悲願のベルトを掴みたいですよね。はい、本当そうですね。まあ、一時期やっぱりノアはね、混合が席巻してた時期が ね、 そうですね、あったんですけども、はい、あのベルトという形ではね、あのユニットとしては届いてないんですよね。さあゴングが鳴りました。ベリー級のユニットの方は、混合のユニットの方は取ってるんですが、ジュニアがまだなんですね。そうなんですね、勲章がね。混合はジュニアタッグには覇王二王のコンビで2度挑戦していますが、まだベルトには届いていません。今回は覇王と忠介です。この覇王と忠介は同学年で、現在ともに35歳です。キャリアは覇王が2年上になります。ご覧のように覇王はキャリア16年35歳であります。すべてを捨ててこのノアマットにやってきました。しかしまだこのベルトに手が届いていません。まあ、山田さん、はい、今ノアジュニアは非常に裏切りというものが多発していますけれども、本当ですよね。この混合ジュニアは一枚岩でやってきましたよね。なんか私混合好きだったな、ね、なんか本当にワクワクする感じがありましたよね。本当にこの日本覇王っていうのがね、はいはい、なんだこれ、こういう風に組んだんだと思ってたんですけど、小さいですよね、覇王選手はね、だからそれを全部活かして、本当に上手なプロレス。さあここもグラウンドを探り合いであります。ポジションの探り合い、覇王も今日は集中しています。ノアにやってきてからおよそ1年7ヶ月、ノアで小さな体で生き残るために今のトリッキーでスピーディーなスタイルを考え抜いて完成させました。何でも嫌ですよ、本当に。そうですね、アレクサンダーとのふんどしマッチも出ましたから。はい、そうでしたね。佐藤君のお尻見ましたからね。はい、またこの大原選手ですね、はい、大原だってもう苦労して、そうですね、ね、今だったら見てください、この逆三角形、綺麗な、今高齢者向け の、 筋トレセミナーの先生でもありますよ。まあ、大原選手は本当にこの地域の活動も盛んに行っています。8月にはね、このカルツ川崎大会がまたありますので、いい、顔はちょっとね、ブスなんですけど、いやいやいや本当に心が良くてね、まあ、彼は学業もある中で非常にこのプロレスもおろそかにせずに頑張ってきました。そう、はい、プロレスが大好きなんですね。GAC のジュニアタッグベルトは2年3ヶ月ぶりに取りました。さあその2年ぶりに取った、おっとここもうまく一瞬ジャンプして飛び込んで、さあうまく転がしました。この当たりのテクニック、うまいですね。これ外れる、あ、そうね、そうしないと。まあ、今のような今はこの自分のオリジナルの動きにこのジャベを加えていくという非常に複合的な動き、こういったオリジナルの技がたくさんあります。大原締め、山田さん、この原田と大原というこのタッグチームはいかがですか。まあ、お互いよく分かり合えてきたかなっていうところですかね。そうですか。まあ、ただ、言う通りちょっと地味かなっていうところあるんですけど、あ、まあでも実力は確かですからね。いや、まあ、もう本当強いですよ、2人とも。原田なんか本当気絶しない限り絶対ですよ、ね、負けないですからね。まあ、フルスロットルがああいう状態になってね、分裂したときに一人こう大原がね、行き場がないときに、ここでやっぱりね、関君のね、あの桃の青春が手を差し伸べたっていうのは、やっぱり大原の人間性とか、そうなんですよ、あのプロレスにかけるね、熱い気持ちが分かってるからだと思うんですよね。確かに私は大原が好きだからちょっと嬉しかったですね。高齢ですよ、小ささをね、全部利用して、はい、おお、忠介がおーっとホイップしてトペス石だ、かっこいい、覇王が行きました。覇王かっこいいですよ ね、まあ、覇王も本当にこのノアジュニアのレベルの高さに苦しんできました。しかしこの自分のスタイル、自分の体を生かした動きを見出して、このトップ戦線に這い上がってきました。プロレスラー一緒に言いたいすると、やっぱ体大きいからかっこいいなと思うんですけど、佐藤君なんか、
覇王とかだと並ぶと私の方が全然たくましいんで、恥ずかしくなっちゃう、まあ、覇王は162センチ70キロですので、ちっちゃいですよね、ジュニアの中でも小柄です。まあ、でもこの小柄な選手っていうのはその小柄を逆に生かす、そうですね、うん、そういう術がやっぱりあるから生き残っていけるんですよね。そうですよ、足なんかで、あ、決まったかなと思ってもスルッと抜けられますからね。ロープワークの使い方も他の選手と違ったり、はい、ね、飛び方も一つ下のロープの間を飛んだりとか、はい、いろんな変則的なことができますもんね。どうしたー、ドカンってないやろ、なんだ、あ、ドカーンというね、この原田の発言にこの会見で言い争いしていましたけれども、まあ、試合中にドカーンの答えが出るかどうかね、まあ、試合で出るのが一番分かりやすいんですよ、ね、そうですけどね、まあ、忠助とこの原田、この2人にも長い因縁があります。大阪プロレス時代からの中、ラーテルズで行動を共にしまして、2019年11月には両国でこの2人はジュニアタッグ王座を体感しました。まあ、あの時の2人の喜びは記憶に残っていますが、現在は対立、まあ、よく相手は分かってるってことですよね。そうですね、まあ、忠助はこのお前らは地味だからベルトが霞んでいるというふうに挑発していました。おっと、ドロップキック、そして振り回してサイドオークスラム、合体攻撃であります。パワーありますね、やっぱりこういう攻撃って、はい、体の小さい選手とパワーのある大きいジュニアの選手の合体ですよね。そうですね、ならではですよね。まあ、髪の毛いいですね。まあ、前に買ってあげたコンディショナーはもうなくなったでしょうね。今日髪の毛綺麗なのは私のおかげじゃないですね。あ、そうですか。もう特に切れたと。さあ、その金髪の忠助、おっと、わー、スライダー、うわー、すごい、原田のこの弟分の、かつての弟分忠助だけは負けたくないという気持ちが強いでしょう。おっと、どうでしょう、タッチできるか、立ち来い、立ち来い、大原が入ります。大原が忠助を冷静にさばいていきます。ボディスラムカウンター攻撃で狙っていきます。おっと、ここで後ろから青がすばしっこ返ってきた。おっと、蹴るのとコーヒーロー振り回しました。そして忠助にも武者式バックリカー、見て剣王と組んでた時だってあるんだからね、大原選手。そうですね、剣王という相手もありました。それで竹刀持ってて、剣王が顔を打っちゃったから、大原前はないんですよ。あ、パルプハンドルバックブリーカーです。バックブリーカー多彩であります。大原はじめ、いけ、原田と大原は小峠宮脇とともに正規軍として共闘しています。そしてジュニアタッグベルトを小川早田組から奪いました。大原がロープへ飛んでいく。忠助がマンハッタンドロップ、おっと、ナックル、フェイントで DDT、 本当だ、ナックルに行くと見せかけての DDT です。こういったインサイドワークもあります。忠助、あ、聞いてる、聞いてる、大原の動きが止まりました。忠助、まだまだスタミナあります。上げていったジュニアではパワーがあります。さあ、ここをブルーマスター、いや、着地しました。大原がかろうじて着地、目覚ませ、目覚ませ、ダウンドハウスキック、さらに DDT、 大原タッチするか。原田と大原のタッグ、2人は長くタッグを組んでいたわけではなかったんですが、長い間逆に敵対していまして、だからこそお互いに何をしたいのか言葉がなくても自然と分かると大原は話していました。上手に飛んできます。エルボーパットを連発する青にも、そしてまた忠助にも、素晴らしい、原田が8面6分の活躍です。まあ、この金沢さん、はい、原田と大原のタッグですけれども、やはりこの長年対立していたということもあって、この同じ目線で戦えるという安心感があるでしょうね。まあ、それはあると思いますよね。そして、まあ、互いの実力を知っているという、そういうことですよね。まあ、組んでいたわけではありませんが、ずっと戦っていたこともあって、お互いのことはよく分かっていると話しています。ちょっと原田がドカンとしてきたんじゃないですか。おお、来ましたね、うん、まだ小ドカンぐらいですよね。派手に行くと言っていました。派手に防衛すると言っていた原田、しかし、おっと、また忠助がフェイント、しかしこれは読んでいます。
忠相も切り返して、おっとこれは横殴りのラリアットのような形になりました。そして後頭部に行った、振り下ろしていきました。強引に来ましたね、忠相らしい破天荒のラリアット。これは忠相も気持ちで突っ込んでいきます。出た忠相のペースです。忠相がランダーを踏みます。手拍子が沸き起こる仙台サンプラザ。忠相勢いをつけた、ラリアットとかわした、1回転して腕をキャッチして、そのまま逆さ抑え込み、原田大輔惜しい。しかし忠相がすぐ立て直します。おニアパーローリング、おっとラリアット打ち勝ちました忠相。いやー巨大危ない、忠相パワーがあります。忠相乗ってますね、乗ってますね。やっぱりウェートあるしパワーがあるんで、ね、一発一発が効きますよね。そうですね、そして返されても前に出てきます。お、何アルゼンチンの体勢から、お必殺のアウトキャスト、あっと着地しました、ボディへ。アウトキャスト危ないところでした。さすがにお互い簡単には食いませんね。そうですね、やっぱり読んでますよね。ガラ空きになったボディへ、エルボーぶち込んだ。10分経過、CAC ジュニアタッグ選手権です。原田大原は初防衛戦になりますが、あーラリアット回転した、カウンター、ウェイトの違いかな、すごいな、若さかな、原田いけるか。原田ラリアット正面から受けてしまいました。正面から受けたいんでしょうね。そうですね、あ大原が入ります。お、覇王が入りました。覇王と大原、目まぐるしい一進一退の攻防になっています。シーソーゲーム、おーっとここもスピードを生かしていく青、大原も速い、トリッキーな攻撃、滑り込んでいった、さらにトルネード、おっと DDT が決まらない、突っ込んできた、大原が切り返しています。大原がスイングさせてバックブリカー、うわー危ない、頭までいくとこだった、離さない、おもう一発いきます、ワンハンドでのバックブリカー、たまらないですね。覇王を捉えました大原、大原はじめテクニックがあります。そしてバックブリーカーは七色のバックブリーカーがある。覇王が腰を押さえています。担ぎ上げました、肩口担ぎ上げて、あ回転させて、これもバックブリーカーです。変則で入っていきました、反発いきましたかね、いや体悪いねこれね、大丈夫ですか、これだけ腰を攻められますと、おっと川津落とし、変形の川津落としです。腕も絡まって、あこれはトレスフルール、あこれか、変形のこの襟固め、トレスフルール、あーこれはがっちり決まっている、あ原田も忠相を捉えました。これはちょっとあまずいですね、まずいですねこれは、あ覇王がダメか、もう自力で返せるか、あもう指なりになってしまっています。覇王の体、ポジションがちょっと厳しいですね。あどうする、あ大原が腕も取ります。あ忠相が脱出してカットしました。原田危なかったですね、今抑えきれませんでした。危ない危ない危ない、痛い痛い危ない、決定的な場面、チャンピオンチームが先に迎えました。覇王は正念場、合体攻撃を見せるか、覇王脱出しました。そしてあうまく大原を転がしました。そして正面からドロップキック、相手の力を巧みに利用してこの局面逃れました。ひとまずタッチしたい、腰にダメージがあります覇王。いやしかし行きます、客船身構えた、覇王が狙っています。大原が立ち上がった、そこへあーっとカウンター攻撃、着地しました覇王。ケブラドーラコンヒーロー切り返して、あー DDT トルネード DDT、 覇王強いな。さあ原田が入ってくる、フットスタンプ、おっとシザースキック、忠相、そしてフィンランド式フォアアームは大原、4人が倒れ込みます。大原首切ってるな、首切ってる、さあどうする、立て、金沢さんここまでいかがですか。いやちょっとあの、はい、
ダメージ的には覇王がちょっときついですよね。やっぱり一番食らってますよね。そうですね、これ立った人が勝ちますね。ただ勝負はここからでしょう。この日本のベルト GHC ジュニアタッグベルト、この日本のベルトがかかっています。混合ジュニアは勝てば初のこの GHC のベルト。覇王はもうヘルヘルだ。覇王は2王と2度挑戦して取れませんでした。今回は忠助と挑戦、まさに執念が実るかというこの試合。しかし大原はじめが優勢です。打撃では大原が強いか。いや、しかし覇王も歯を食いしばって前に出ます。162センチ、混合の小さな巨人であります覇王。あ、しかしこの飛び下げりからフィンランド式フォアーム、低い体勢で見舞っていった。忠助カット、いけるか。いや、4人ともだいぶ疲れています。しかしそれでも残りの力を振り絞っていく大原が忠助をロープへ送っていく。おお、忠助トマコンヒーロー。中野さん素敵でしたね、はい、今 ね、 そうですね、しかし、おっと覇王が裏カンラだ。これは危なかった。惜しい惜しい惜しい。大原が忠助の方にね行ったのはどうなのかなっていう感じしますね。逆にその覇王が復活しますからね、回復してね。確かに、そして忠助もプランチャー決めましたからね。不注意ですよね、ミサイルキックとコンプリートショットの合体技。あ、目覚ませ。カウントが進む。これチャンスかもしれませんよ。そうですね、今後はね、覇王のが生き生きしますね。はい、先ほどの忠助の場外弾、あの場面で覇王が息を吹き返した。おっと、ラマヒストライカー、いや違う、これはおっとレッドアイだ。うわ、逆に覇王がレッドアイ。いや、しかし危ない。今はうわ、決まったと思った。今カット入らなかったら3つ入ったでしょうね。面白い。その名優、どうする、2AW のカジトマトの必殺技であります、レッドアイを観光。さあ、全てを出す、出し切れるか。覇王がトップロープから行ったか、行ったーと、ファイヤーバード自爆。うわ、これはきつい。そしてオクラホマロール、大原が巧みに丸めていった。いや、起こしてまた今度は十字固めのような形で、さあまた十字固め、あーっと、おー、返した返した、えらい。大原まだ行きます。ラマヒストラル、いや、上になっているのは覇王が上になっている。あー、いやー、カンプス面白い。いやー、うまかった。覇王すげー、覇王すげー、前の前に集中しています。お互いに集中している。大原が気迫、おっと、忠助が突き飛ばしてラリアット、一回転した、チャンス、そしてチャンス。さあ覇王がジャックナイフ、原田が間に合いました。いや、もう今もう形崩れてるんですけども、死に物狂いですよね。いや、第5試合面白い。チャンピオンチームも危ない場面が続いています。混合の執念、凄まじい執念であります。いいじゃない、いくぞ覇王と、あ、忠助が行くぞと今吠えました。対角線、あーっとかぶした、原田がエルボー、忠助にもバックエルボー、カメラがめちゃめちゃだ。うわー、スライダー、忠助に投げ当てた。原田冷静ですね。原田がこの試合の中で冷静に見ています。2人にダメージを与えた。それを受けて大原はじめが、おっと、変形のリバースのゴリースペシャルの体勢。いや、ここでフットスタンプ、強烈上がった。あーっと、原田が場外トペ、カウントがリング上進んでいる。歯を返します。いやー、金沢歯を粘ってますね、はい、いや、本当にここ頑張りどころ、踏ん張りどころですよ。大原にすればここは仕留めるところですよね、いや、大原、あと一歩が届かなかった歯を、その後一歩また来ました。おっと、切り返して、あー、早い、歯をトルネードクラッチ、ギョーっと決まらない、決まらない、決まらない、惜しい。大原しっかりしろ、これでもダメか、これでもダメか、歯を強え、歯を、いや、大原が、あ、巧みに腕をロックしてムイビエン、高速で入ったムイビエン、
その腕も決められてしまった。あ、完璧な形、完璧な形。あ、覇王ギブアップだ。ギブアップした。覇王の粘りを断ち切りました。覇王強かった。いや、良かったですけどね。相手を信じてるよってね。素晴らしい試合でした。素晴らしい。忠助悔しいだろうな今。下で多分抑えられちゃった。これはでも山さん、どっち勝ってもおかしくなかったですね。うわ、仙台サンプラザでこのノアジュニアの、まさに今のタッグのトップの戦い、混合ジュニア、猛チャージを仕掛けましたが敗れました。チャンピオンが初防衛に成功です。いや、金沢さん、今後また届きませんでした。そうですね、本当にまたね、ベルトね、そこまで片手届くぐらいまで行ったんですよね。トルネードクラッチは決まったかと思いましたけどね、いや、最後ね、あの両チームともね、あの覇王と大原に託したのは分かりましたよね。そうですね、そして何かあれば救出に駆けつける形でも、最後無理やりの時に行けなかったですよね。そうですね、残念ながらちょっと信頼関係出ましたね。そうですね、よかったですね。原田大原、本当にこのお互いに信頼し合っているのが試合でもよく分かりました。いい顔してる、よかった。さあ、おっと、誰だ。原田大原。うわ、そのジュニアタッグのベルト、次は俺らで行かせてもらうぞ。スティンガーの吉岡と進む。吉岡と進む。これまたやりがいのあるやつが来てくれたな。俺たちは受けて立つぞ。でもこれだけは言っとく。俺と大原は、お前らが来ようが誰が来ようが、ドカーンと派手に防衛してやるからな。覚悟してこい。原田がドカーンと、ドカン出ましたね、派手に防衛すると通告しました。これでまた大原だけがブスだってことになりますね。みんなイケメンですね。いや大原選手、今日良かったですよ。でも頑張りました、本当にあそこまで追い込まれながらよく最後仕留め切りました。コメント欄湧いています。ベストバウト、ムイビエンおめでとう、いい試合だ、覇王良かったというコメント、覇王選手へのコメントも続きております。良かった。ドカンは普通に決め台詞なんですね、になるんでしょうかね、これからね。いうことも分かりました。最近使ってますよ、まあ、決め台詞である。原田大原が初防衛に成功です。今一番しびれる、憧れる、かっこいい戦い、プロレスリングノア、月額900円、レストルユニバースで戦いの全てが見放題。最先端をひた走る迫力の映像と、人間参加と呼ぶべき未曽有のドラマ、そして鍛え上げられた肉体と技で織りなすスターたちのきらめき。今一番かっこいいプロレスを見逃すな。レッスルユニバース。